ウィリーグ第18節 AC 長野パルセイロレディース対三菱重工浦和レッズレディースの一戦、両チームにとって大事なゲームとなりました。まずは前半4分です。浦和のこのシーン、安藤のシュート、まさにねファーストシュートでしたからね、浦和のこう浦和劇場なのかなっていうのを思わせたようなゴールでしたね、はい、立ち上がりすぐでしたからね、はい、安藤のこの技ありのアウトサイドのかかったゴールが印象的ですね、はい、浦和が先制します。しかし前半22分です。滝沢のこの角度のあるシュートが決まります。滝沢選手が本当に自信を持ち始めたこのシーンですね、うん、はい、正しい角度をしっかり決めました。はい、同点に追いつきます、まあ、サポーターの皆さんにも嬉しいゴールとなりました。そして前半28分です。コーナーキックからこのこぼれたボールを菅沢が押し込みます。技あり、まあ、もちろんフリーにした選手は、ね、いけないんですけれども、はい、しっかりと技ありの転がすような嫌なシュートですね、はい、これで菅沢はリーグトップの10点目となりました。そして浦和が勝ち越します。しかし前半35分でした。滝沢そして奥津肝付きのこのラストパス止まりを狙いましたが、これがゴールを誘います。はい、まあ、泊選手には得点にしてもいいようなゴールですね。しっかりと泊選手らしい体を犠牲にして、まあ、結果を追うゴールでしたけども、4人で攻めた素晴らしい試合です、はい、ゲームでした。はい、2対2で折り返して、そして後半です。さあ後半、清家がベッドボックス内で倒されて PK を獲得。1点が欲しい状況での PK でした。この清家の PK を長野の伊藤が決めます。はい、止めます。ここでね、はい、浦和は同点になっちゃうかなと思ったんですけどね、はい、いやこれは読んでましたけれどもね、大きなビッグセーブでした。素晴らしいセーブでした、はい、そして後半のこのシーンです。試合終了間際アディショナルタイムです。この菅沢のそらし、そして最後は高橋が押し込んで勝ち越しゴール、これが決勝点となりました。はい、キーパーがちょっと出てしまって菅沢に、はい、高橋選手も言ってましたけど、まあ、菅選手が待ってたところでしたね。はい、その瀬監督もこのガッツポーズ、見事浦和が決勝点を決めました。 Bリーグ第18節 AC 長野パルセイロレディース対三菱重工浦和レッズレディースの一戦は3対2で浦和レッズレディースが勝利を手にしました。